小さい鈴木さんです。ではスパイスアップ脳への新しい刺激を加えていきます。次は名前を知る。ラクダがついていないので目の特徴をよく見て選んでください。目の特徴を選んでください。では次は名前しか呼ばれます。あと、加藤さんの目はどうでしたでしょうか。あ、そうですね、目が大きい加藤さんです。鈴木さん、さあ、鈴木さんです。鈴木さんは、そうですね、目が小さい鈴木さんですね。あ、なんか、さあ、田中さんの目はどうでしたでしょうか。そうです、晴れ目